ちゃん、ぎゅーひょい、か、かばされた。ギャルちゃんのいけず。そういえば、今さら聞くのもおかしな話ではありますが、ペコリーヌ様はどうしてキャル様に抱きつこうとするのですか？キャルちゃんって抱きつくと不思議と心が落ち着くんですよね。それでつい、そんな幼い子供が人形を抱いて眠るような理由で抱きつくな。キャル様は抱きつかれるのをいつも嫌がっておられますし、たまには私に抱きついてみてはいかがでしょうか？じゃあコッコロちゃんのお言葉に甘えて、キュー。お、暖かくて意外といいですね。これからはコッコロちゃんに抱きついちゃいますね。やっぱり私に抱きつきなさいよ。何を、なんで二人とも顔がにんまりとしてるのよ。ふふ、押してダメなら引いてみろ作戦大成功です。やはりキャル様はツンデレでございますね。現地は取れたのでキャルちゃんに抱きついちゃいますね。キュー。ふ、二人にしてやられたわ。でもたまになら。何かおっしゃいましたか？なんでもないわよ。プリコネチャンネルリライブ。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっすー、ペグリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっすー。ココレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっすー。キャラ役立花梨花です。今回のオープニングショートとドン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 、コント台本は ペコリーヌじゃない。ペコ自分で送ってきたのか。ペコリーヌネームプリコネーム、プリコネームねじれアカシアさんの投稿でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ツンデレいいですね。なんでも送ってくるのよ。ちょっとちょっとちょっと、もうにま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 。さて、今回のオープニングの話題、プリンセストークのお題はこちらでございます。はい、プリコネームきなこもちさんからいただきました。うん、ありがとうございます。まおちゃん、みっく、りっか様、はじめまして。おいっすー。おいっすー。はじめまして、おいっすー。人生初ラジオメールです。あらまー、ありがとうございます。嬉しい。人それぞれゲームのモチベーション、過去クラバトやストーリーなどがあると思います。その中でも自分はこのプリコネチャンネルがゲームをやるモチベーションです。あら、なのでラジオの配信が再開されてとても嬉しいです。これからもお三人の楽しいおしゃべり楽しみにしています。皆さんのプリコネをプレイするモチベーションは何ですか？ということで、はい、なんだろうな、何でしょう、ね。やっぱり、うんうん、かわいい女の子を見るためじゃないですか？あー、それは欲に素直だな。だってゲームを開けば会えるんですよ、私たちに。ミクさん、ちょっと重症化してません？素晴らしいことではないでございませんか？そうね、確かに確かに。そうですね、うん、私なんかこう、やればやるほどこう、例えばだけど、星のランクを上げるとちょっとこう、ほら素敵な装備になったりとかするじゃない、見た目が。うんうん、なんかこう、なんていうの、こうよりいいお洋服を着せてあげられる喜びみたいな。なんていうのかな。いや、私と言ってること大体一緒ですよ。一緒でしょ。一緒だ。私はそうですね、クランバトルとかがあった時は、うんうん、もう3回は、うん、とりあえず行くぞっていう気持ちで、もう、もうとりあえずもうずーってやって、もう3回叩ける、行くぞっていうのが一つのモチベーションになってますね。そうね、あとあれじゃないですか、やっぱこうストーリーの先が気になる、まあ、メインストーリーとかはね、はい、やっぱ気になるなっていうところはあるし、それぞれのプリンセスの絆を深めてからのストーリーがやばい。いいですね。いや、本当にぜひちゃんと見てほしい、聞いてほしいですね。ぜひぜひ余すとこなく楽しんでください。
お願いします。さて、プリコネチャンネルリダイブ。この番組はゲーム、そしてアニメ、プリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第145回。プリコネチャンネルリダイブ。この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネインフォメ。ではここでゲーム、そしてアニメ、プリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。アニメ情報です。6月22日24時30分から東京 MX 他にてアニメ、プリンセスコネクトリダイブ第12話、気まぐれパティシエ自慢の一品、迷宮とクレープのメモリーが放送されます。ぜひ見てくださいね。キャンペーン情報です。6月22日より成績調査、神殿調査、クエストドロップ料2倍キャンペーンを開催予定。期間中、成績調査と神殿調査クリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になりますよ。また同じく6月22日よりハードクエストドロップ料2倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中、メインクエストハードをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の2倍になりますよ。以上、プリコネインフォメでした。プリコネチャンネルリダイブ。改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコロ役伊藤美久です。パーソナリティのケル役立花梨香です。今回の番組前半はアニメプリンセスコネクトリダイブの感想をご紹介いたします。長文の換算は一部抜粋してご紹介する場合があります。あらかじめご了承ください。はい、今回はアニメ8話の感想特集です。イエーイ、わーい、来た来た。早速いきます。プリコネームのりりん CV 変態不審者さんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっす。おいっす。おいっす。待ちに待ったプリコネアニメが始まり、早くも第8回目が終わりました。8話では僕の一番の推しである京香ちゃんが所属するリトルリリカルがメインで登場するお話でしたね。変態不審者さんである僕は リトリリの3人が出てきた瞬間からにやけが止まりませんでした。すごく可愛かったです。アニメの今後の展開にも期待ですね、ということです。ありがとうございます。わかりしかない。最高だったぜ。寸劇可愛かったですもんね。可愛かったな。おい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 、可愛い。信じられない。信じられない可愛さ。おやつも持ってきて、はいはい、もうやられまくっているメールがたくさん届いております。はい、続きまして、プリコネームうさぎのかぶりものさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝のお三方、おいっすー。おいっすー。初投稿です。あら、ありがとうございます。この長いお休みの間、アーカイブでラジオをすべて聞いてきました。ありがとうございます。お三方の進化していく楽しいトークは時間を忘れさせてくれましたよ。ありがとうございます。さて、僕が今日言いたいのは、プリコネアニメ第8話リトルでリリカルのお子様ランチ田園風卵焼きセットですよ。あれ何ですか。もうリトルリリカルかわいい。ミックならこの気持ち分かってくれるんじゃないですか。もちろんリトルリリカルの高い志に動揺する美食伝も可愛かったですよ。ありましたね。いや、平和大事ですよね。いや、乗っかりに乗っかってましたね。いや、みんなもう可愛かったし、はい、なんかこのうさぎのかぶり物さんのリトルリリカル可愛いの文面をミックの再現度がすごかった。はいはいはい、すごかった。あ、もう私の心の底から思っていることなので、自分と当てはめながらリアルな感情をお届けできたかと思います。いや、本当に驚くほどニヤニヤしながら見てましたもん。いや、可愛かった可愛かった、うんうん。さて、続いてはプリコネームステルスポンさんからいただきました。ありがとう。ありがとうございます。
美食伝の皆様、おいっすおいっ す, いっすラジオがついに復活して嬉しいです。この約2ヶ月間はプリコネのゲーム、アニメ両方にドボボボボンとハマりながら、いろいろお便りの内容を考えていました。ですが、8話のリトルリリカルに持っていかれました。ゲームでは美食伝との絡みがほとんどなかったので、両ギルドの掛け合いに頬が緩みっぱなしでした。収録時のエピソードなどあれば話せる程度にお聞かせくだせればなと思います。ギゼいやー、心がこもってますね、今日のお便りは全部。そうね、いや、今までのもちろんたくさん愛を感じるんですけど、はい、より一層重めの愛をが伝わるそうですね。いや、まあ、そうね、リトルリリカルはもちろんなんだけど、あのみんな可愛くて、あのペコがさ、あの被り物をしてたじゃない。あ、はい。あれでこう、うん、悪い子はいい子が地味に好きだった。はい、ああ、ありがとうございます。かわいかった。かわいかった。食べちゃうぞだ。食べちゃうぞ。いや、マジね、ペコが言うと本気にしか聞こえないじゃん。そうなんですよね。食べちゃうって。いやあ、主様もかわいかったですしね。かわいかったですね。そうよ、もう真のヒロイン。みんなかわいかった。うん、かわいい。あの、先生の気持ちになるキャルちゃんもかわいかったですもん。ずっともうなんやかんや言いながらも全部きっちりやってくれるキャルちゃんが尊くていやーほんとね、いい子いい子と思いながら、いやー頑張った、みんな頑張ったよ、みんな頑張った、みんな可愛かったはい、ではでは続きまして、プリコネーム自己嫌悪さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっす、おいっす。今回よりちょこっとだけ世界観に合わせて名前を変えてみました。お、ありがとうございます。あ、メニュー8、リトルでリリカルなお子様ランチ、田園風卵焼きセットを視聴しました。しました。途中でキャルちゃんの感想が入りつつも、お話の内容はいつものドタバタ劇に戻って終始笑いが止まりませんでした。リトリリちゃんたちもいろいろ失敗しながら冒険者としてのスキルのいろはを学んでいき、将来が楽しみになりました。ラストは一人だけクエストの実態に気がつく京香ちゃんの聡明さが垣間見えて、よく練られたストーリーだなと思いました。ただ一つ残念だったのは、京香ちゃんが変態不審者さんと言わなかったことでしょう。あ、確かに。そうか、そうか、そうか、言ってなかったか。私たちのご褒美である変態不審者さんが。いや、だってそんな簡単に言うわけにはいかないわよ。とっておきのセリフなんだもの。そうですよ。ゆうきくんはどこからどう見ても可愛いから、うんうん、そうなんだよな。ゆう好きがね、不審者さんにならないんだよな。いや、でも聞きたいな、いつかね。聞きたいですね。そうですね。聞けるといいな。じゃあ続きまして、プリコネーの恋するうさぎちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっすおいっす。アニメプリコネ8話は全国の変態不審者さん大歓喜なリトルリリカル回でしたね。美食伝メンバーに小芝居をするリトルリリカルの3人がなんだか愛らしくて可愛かったです。しっかり者の京香ちゃんのギルド活動をしたい理由を聞いた美食伝のメンバーの反応がツボでした師匠がゆうきくんということもあり、案の定トラブルになり、リトルリリカルが協力して困難に立ち向かう姿に陰から見守る美食伝の3人と同じ気持ちで応援していました。話数が増えていくとともに登場キャラクターも増えていく中、ここまでそれぞれのキャラの良さを引き出せるなんてやばいわよ個人的にはペコリーヌ演じる真央さんの演技力が光った1話でした演じ分け、そして可愛さがやばいですね。ね、悪い子はいねーがこっちの道は危ないど。可愛かった。優しい。優しいよな。確かこの回の放送された直後ぐらいに変態不審者さんがなんかツイッターのトレンドに入ってなかったです。入ってました。入ってました。入ってたんですか。これ知らない方が見たら何が起きたのかって。そう、何が起きたってなっちゃう。確かに。日本はどうしたんだ。いや、でもそれぐらいね、本当たくさんの方がね、うん、見てくださったんだなって思いましたけれども。反響がありましたね。嬉しい。さあ、もう一ついきますか。プリコネームケミカルさんからいただきました。ありがとう。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっす。おいっす。アニメ第8話見ました。
前回とは打って変わって愛らしいほんわかした回でしたね。あ、うん、まさかのプリコメが登場したりと楽しませてもらいました、うん、個人的にはキャルのグリムパースト小声が好きです、うん、そんなパターンもあるんだと。皆さんはこの第8話では何が印象的でしたかと、うん、そうね、プリコメ出たわね。出ましたね、出ましたね、うん、なんかこうすごいですよね。知ってる人はニヤッとできるし、うん、これアニメでプリコネ知ってくださった方からとってもニヤッとできるし、うん、米って偉大だな。偉大だ。なんかあれですね、育ててましたもんね、そもそも田んぼで、うんうん、はい、植えてたわね。植えてました植えてましたもんね、うん、そうね。私あのもう最後のひな鳥ピオちゃん、あーピオちゃん、あの可愛い、声も可愛い嬉しい、すべてが可愛い、嬉しい、もう可愛いよ、可愛いでしたね、可愛いです、可愛いよ、ピオちゃんも嬉しいです、うん、あ、ピオちゃんピオちゃんの声によく似た声が聞こえるよ、声が聞こえる、ピオピオ、あ、可愛い、可愛い、可愛い、嬉しいです。いや私もそのすごく絡めたのでピオちゃんとして、うん、リトルリリカルがなんかもうリトルリリカルが上に乗っかってるっていうのを自分で思ってめちゃめちゃ楽しくアフレコしたのを覚えてます、うん、変態不審者さんじゃん、ここにいた、出てきちゃった、しまわなきゃ、もうそろそろ前半終わりますよ、じゃあもう、はいはい、はいはい、さて6月15日月曜日からアニメプリンセスコネクトリダイブ第11話が放送されましたね、ということで、ソーダホットドッグ、いやギャルちゃん、はい、うん、そうですね、ぬいが、ぬいが、いや、ぬいぐるみと一緒に寝てるギャルちゃんが本当に可愛いです。あのエンディングとかさ、あのこれまでもちょこちょこ、ね、うん、出てたりしますけど、はい、うん、意外と部屋ラブリーというか、ラブリー、ぬいぐるみ好きなの可愛いですよね、可愛い、うんうんうん、ギャップですね、うん、ありがとうございます、よかった、ちゃんとお返しできていや、本当そうなることかね、そう思ってた、はい、そしてそして6月22日からは第12話気まぐれパティシエ自慢の一品迷宮とクレープのメモリーが放送されます。以上、今回の番組前半は普通のお便りとアニメの感想をご紹介しました。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。ではここで一曲お聴きください。ストーリーイベント不思議の国のリノ小さなアリスと希望の絵本のテーマ、リノアスミカナさんでフェアリーテイルは夢の中。後半はこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題プリンセスの10年後あの子は何をやっているの特集です。イエーイ、わー、これ好きよ。さあ早速参りましょう、はい、プリコネームひざトーストさんからのプリンセスの10年後初音は何をやっている。寝てる。変わらん、変わらん方。
いやー、ていうかもうプリコネームでちょっと笑いこらえるの必死でしたよ。膝がトーストされちゃってるんですもんね。ピザトーストでもなく膝トースト。いやではでは続きまして、プリコネームステルスポーンさんからのプリンセスの10年後、モニカは何をやっている？身長が3ミリ伸びてジャンプして喜んでいる。かわいいよ、かわいい。伸びた伸びた。いやー、かわいい。かわいいな。嬉しいね。3ミリ伸びたのか。では続きまして、プリコネームみやびさんからのプリンセスの10年後、クウカは何をやっている？騎士くんに10年間放置プレイされて喜んでいる。あ、すごい。これは本物だ。ナイス。ガチ中のガチですね、これ。すごいなぁ、クウカ。続いて参りましょう。プリコネーム、新田さんからのプリンセスの10年後、ナナカは何をやっている？年2回の大型イベントで、壁際に配置されるサークルになっている。壁サーですね、壁サー。壁サーだ。超大手ってことですよ。すごい。すごいな。やりますね。ではでは続きまして、プリコネームシープラムさんからのプリンセスの10年後、葵は何をやっている？数えきれないほどの友達ができ、ランドソル屈指の人脈を生かして BB カンパニーを設立した。嬉しいことではないか。ちょっとすごい成長してる。成長した。えらいぞ。泣いちゃうよ。続きまして、プリコネーム戦いは数だよ兄貴さんからのプリンセスの10年後、リンは何をやっている？エリート自宅警備員になった。エリートエリートとは、あ、自宅警備員の中のもうトップクラス。トップクラス。うん。うん。うん。なるほど。うん。続いてまいりましょう。プリコネーム、ワッチョシンさんからのプリンセスの10年後、ジュンさんは何をやっている？そろそろ鎧が錆だらけになってきたので、可愛い鎧を買おうか奮闘している。あ、いや、鎧って脱いでいただいても、どうなんでしょう。それかもうものすごく大事にしてたんじゃないですかね、メンテナンスとかを。え、好き。それでも、それでもやはりサビがこうサビだらけになってきたから、可愛いの買っちゃおうかな。可愛い、可愛い、可愛い、可愛いのも見てみたい、見たい、見たい。ではでは続きまして、プリコネーム小石尾チップスさんからのプリンセスの10年後、ゆいは何をやっている？騎士くんのことを名前で呼べるようになり、手をつなぐことができた。いやー、じゅんキュンキュン。順調だけど10年か、うん、10年かかってる。10年かかってですよ。10年か、長かった、長かった、長いな。じゃあ続きまして、プリコネームハルさんからのプリンセスの10年後、コッコロは何をやっている？主人公を養うため大学に通いながらバイトをして、主人公の家に家事をしに出向いている。え、ちょっと辛すぎないこれ。え、しかも勉強し、え、勉強しながら働きながら、バイトして、で、夜にはちゃんと帰り家事を、え、でも家事をしに来てるってことは別々に住んでんの？住んでいる？つらくない？え、もう結婚してるじゃん。本当にそれ、それですよ。結婚してて、そこまで来たの？10年もやってる。もうちょっと岸くん、ちゃんと責任取ってあげなさい。もうどうしてここまでいい感じで来たのに。もういや面白いな、やっぱ大喜利。ということで、以上プリコネ大喜利でした。現在募集中のお題は、岸くんの前で修羅場が、誰と誰がどうする、主人公を甘やかしすぎるコッコロにプリンセスがアドバイス、なんと言った、プリンセスの10年後、あの子は何をやっている、です。楽しい投稿お待ちしております。
さて、続いては、お待たせしました。しました。ゲームをプレイしていて、あるいはアニメを見ていたときに、真央さんが演じるペコリーノに褒めても欲しくなったエピソードを送っているのか、ペコリーノちゃんに褒めてもらおうと思うんですけど、ダメージがでかくなった。ダメージがそうそうそう。ダメージがちょっと私にまで来ちゃって。全然喋れなくなった。プリコネームさだなみ、アライグマ定食さんからいただいております。うん、ありがとう。ありがとうございます。僕は星6ペコリーノを解放しようが、うん、プリンセスペコリーノを手に入れようが、うん、マイページは水着ペコリーノ以外には買えません、うん、電車の中で遊ぼうが、スポーツジムで自転車に乗りながら遊ぼうが、すごい、絶対に水着ペコリーノだけをマイページに設定しています。そんな意志の固い自分を褒めてください、うん、もうペコリーノの私服は水着でいいと思います。そうかよ、星6とかも綺麗なんですけど、綺麗なんですよ。プリンセスペコリーノなんてプリンセスがついてるから、ね、羽なんかも生えちゃってますし、そう、キル入ったよ、うん、いやでももうその意志の固さなんじゃないですか。なるほど、水着ですよ。なので、うん、電車の中で遊んだりジムの中でやったり自転車やったもし見られた場合、うん、もし見られた場合ですよ、うんうんうん、その時のことも考えてそれでもってことですよ、きっと。強い、硬い、強いわね、強い。ちょっとこれはね、褒めてもらった方がいいかもしれませんね。はい、はい、それではペコリーヌちゃんに褒めてもらおうです。どうぞ。いつもありがとうございます。私も水着好きなんですよね。これから暑い日が続きますし、快適ですよね。ありがとうございます。でも冬はちょっと風邪をひいちゃうかもしれな。あなたが抱きしめてくれたらいいんですね。これで年がら年中私は大丈夫です。これからもよろしくお願いしますね。服を着なさい。もう着ていかない方向。もうありがとう。これは優しいペコちゃんでよかったね。ハグしてくれたらいいんじゃ。たまみ、ということで、以上今回の番組後半はプリコネ大喜利とペコリーヌちゃんに褒めてもらおうをお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネチャンネルリライブ。今回は発売中の CD プリンセスコネクトリダイブロストプリンセスようこそ美食殿へより日だまりを聞きながらお別れです。ここでアニメについてのお知らせ。放送情報。アニメプリンセスコネクトリダイブは東京 MX 他で毎週月曜24時30分から放送中。アベマ他様々な動画配信サイトでも配信中です。さらに6月29日にはアベマで特別番組の放送も決定しました。イエーイ。真央さん、立花様、そして私伊藤美久も出演予定です。アベマ特別番組やアニメの詳しい情報についてはアニメ公式ホームページをチェックしてください。続いて音楽情報。アニメプリンセスコネクトリダイブのテーマソング、それでも共に歩いていく&ロストプリンセスが発売中。それでも共に歩いていくはペコリーヌ、コッコロ、ギャル、それぞれのソロバージョンも収録していますので、ぜひお手に取ってみてくださいね。こちらも詳細はアニメ公式ホームページをチェックしてください。ブルーレイ情報です。アニメプリンセスコネクトリダイブのブルーレイ全4巻が4ヶ月連続で発売です。うん、第1巻は2020年8月7日発売、第2巻は9月4日発売、第3巻は10月2日発売、第4巻は11月6日に発売します。各巻の封入特典や全巻購入特典など盛りだくさんの内容になっているので、こちらも詳細はアニメ公式ホームページをご覧ください。アニメの最新情報はアニメプリンセスコネクトリダイブ公式ツイッターや公式ホームページで順次更新しておりますので、ぜひチェックしてくださいね。以上、アニメプリンセスコネクトリダイブについてのお知らせでした。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからないなという場合はその他から送っていただければ、スタッフさんが仕分けいたしますので、お気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。
そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームきなこもちさんです。これからもモチベーション上げて楽しんでください。またメールも送ってね。待ってます。プリコネームきなこもちさんはいつもの投稿フォームから郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第146回は6月25日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。ではプリコネチャンネルリダイブ第145回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、久々の大喜利、面白かったですね。面白いですね、やっぱり。いや、今回その10年経って葵ちゃんが会社を設立したことにも感動したよ、私は。感動。あれはいい、そう、いいお話が、いい10年後がポンポンポンってきて、やはりでも、心は、なんでなんや？なんで10年後も何も進展してないじゃない。もうコロスケしっかりして。しっかりして。逆にしっかりしてほしい。あの、コッコロに一言にすごい送りたいもん、もう。ああ、その人はダメって。アドバイスの大喜利に。アドバイス送りたいもん。アドバイスが楽しいね。楽しそうね。それもね、やりましょうね、はい、今度ね。ではでは皆さん、また来週お会いしましょう。ゲームもアニメもラジオもお楽しみに。バイバーイ。